皆さん、こんにちは、大地です。先日ね、この本の著者の、ほのちゃんこと森江ほのかさんとね、対談したシリーズ、このチャンネルでもね、ビデオ出しましたけれども、まあ非常に面白いんで、ぜひ見てみて、実は、この本の読者さん60人ぐらいとかな、いろんな質問を受けながらディスカッションするっていうイベントを、つい先日やったんですけど、まあそれもすごく面白くて、まあ僕もハマっちゃってね、なんかこう、新しい あるもの またいろいろ買ってきて実験をしてますが、いや、やっぱりとてもいいよね。まあなんかこれはね、前ビデオでもご紹介してるマンダリンというやつですけど、やっぱり嗅ぐと、先生の説明だと興奮作用があるって言ってましたけれども、リラックスしたりとかね。だから僕もちょっと緊張してたりとか、ストレスかかってたりするときにやっぱり匂いを嗅いでみて、でそれで自分が落ち着いていくっていうのを体験してます。で、そういうことするとね、体ってちゃんとコントロールが効くんだっていうふうなことを学習するから、で、よりなんか落ち着きが出てくる。まあ予測が効くからね、まあ不安になったとしてもこうやったら自分でコントロールができるんだっていうのが分かると。で、安心感がまたね、そこで生まれてくるっていうことも起きるんで、そうやってやって、このいい下地ができてくると、その上でね、クリエイティブな活動をするとか、まあ勇気を持ってチャレンジするとかっていうことがすごいしやすくなるんじゃないかなというふうに思います。で、まあだから自分のために活用するっていうのもあるし、で、やっぱ我々コーチカウンセラーでね、人対人支援ね、こうしていくときに、まあ行動についてこういう行動した方がいいよとかね、思考についてこう考えた方がいいよっていうことはもちろんあるんだけど、それのベースになってるのはやっぱり体とか心なんで、で、体とか心がついてこないときにね、まあこう考えようとかこうしようってなっても結構厳しいよね。で、まあそういう意味では別にアロマじゃなくてもいいんだけどね、ある種の、まあ、食事でもね、運動でもいいし、まあ呼吸法でもいいしね。で、なんかそういうのをこう学ぶ、だからいいんですよ。なんかストレッチでもいいしさ、ヨガでもいいしさ。そのうちどっかのビデオでも紹介しますけど、ポリベーガル理論なんていうのもね、結構面白いワーク提案してたりとかして、体の状況が結構変わってきたりもする。で、まあ他にもね、いろんな、運動法なんか使ってなんかやったことありますけど、やっぱそういうのをちょっとなんか自分で一個使えるものをこう持ってて、で、それをクライアントさんと一緒にやれたりするとね、クライアントさんも体にダイレクトにその変化を起こせるようになってくるから。よりクライアントさんと一緒に望む未来を作りやすくなるんじゃないかなということでね、ぜひ感情に働ける、かける方法ね、それから体にね、ダイレクトに働きかける方法で、なんか自分の得意なやつをね、持っとくといいんじゃないかなというふうに思います。僕もね、どれだっけな、これかな、そうそう、マージョラムっていうのありますけれども ちょっと寝にくい時ね、これすごい寝やすいんだよね。そう、寝ちゃいけないからやめておくけど みたいなね、いろんな使い方してますけれども、まあ、皆さんもぜひ自分でなんか得意なやつを見つけてね、自分の引き出しに入れておくっていうことをやるといいんじゃないかなということで、それではまた、バイバーイ。